はい、もう回ってんのこれ。待ってるよ。待ってる、うん、よし。どうも、サナチャンネルです。今回は企画会議。オープンが2月から4月ぐらいのイメージ、うん、で、まあ、さっきもちょっと物件の話のやつちらっと出したけど、うん、その中でそのまでが今今日8月だから9、10、11、12、1、2で6半年かもしくは8ヶ月か2プラスで8ヶ月分ぐらいまでの間に、うん、何の動画があった方がオープンまでにいいかっていうのを逆算して、うん、これは出しとかないといけないっていう動画が、もし9月に必要だったら9月のやつにもあれだし、うん、っていうところを話したいなと思ってるんだけど、うんうんうん、その内容が何がいいかなっていうやつよ。普通に俺の個人の方にするかとかっていうので迷ってたから、あ、そうだと思うんですよ。そういうなんかそのそこのさ香水シリーズのやつとか気になれば、うん、ちょっとそのやつの一本動画ここで喋って撮ってるやつと、うん、まあ、ちょっとじゃあそのおしゃれに撮ろう。そう、それだったら物撮りも下のなんか別に相性いいかなと思って、うんうんうん、で俺も最近いいの買っちゃったからそれを。そうなんだ。そう、秘密のやつがあるからね。それと、うん、ASMR の、 そのシャンプーのやつは撮りたいなと思ってたっていうやつがっていう感じかな、うんうんうん、来てくれるんだっけ。そう、でもそれが29の夜が30か、30、うん、30の夜が、うん、でもお店の、うん、なんだろう、他のスタッフがいたらさ音とか入っちゃうかなと思うから、うん、それが終わるかどうかっていう問題があるんだよね。スタッフさんが、そう、その帰ってもらうと困るというか、帰るとは言えないけど、そうだよね。なんかできたらさ、ちょっと、うん、まあ、シャンプーの ASMR とかやりたいなと思うからさ、俺、うん、さ、まあ、おすすめで撮ってもらえばいいからさ、見てる中で、なんかその、なんかちょっと暗闇してライトをちょっと楽しながらとかか、うんうん、で、ちょっと気持ちいいでしょ。水をこうなんかやってるとして遊んでとか、そういう絵とかにしてもいいかなっていうふうに思ってて、あの ASMR が結構100万とか伸びてるから、やっぱりあると思って、なんかさ、うん、ASMR 美容院とかで調べるとさ、うん、こういうのがさ159万再生とか147万再生とか、カットとかよりもなんかシャンプーが今上に出てきて伸び率がすごいから、みんな好きだもんね、シャンプー。そう、うん、だからそういうシャンプーの ASMR がいいかなっていう、うん、確かに。それを考えてその夜の時間に撮って、なんか別に喋るとかなしで、うん、やってるシーンとか、うんうん、と音と雰囲気、うん、でいけばいいかなっていうイメージ。いいと思います。 ASMR と香水ね、おすすめ香水。で、このじゃあ企画はこれ8月のやつの中にするってなったら9月の動画4つっていう感じのがいいと思うな。じゃあ、うん、それだったら9月のやつを、じゃあさっき言ってたけど4つにして、うんうん、じゃあなんか26日もう1個撮れればって感じだよね。撮れるでしょ。何があるかなって思ったのが、うん、と迷って何にしようかなっていうのを、その企画の内容をどんなことやっていくかみたいなのを決めたいんだけど、その、うん、このなんかその1,2,3,4決めたやつも、うん、なんかまずそのオープンまでの必要な動画がこんだけ必要だから、うん、ここにこれが必要っていうのがある上で、その余りを埋めていった方がいいかなと思って、うん、でその中に、うん、どういう動画がいいかっていうのを、うん、まあ、なんかが、まずは視聴者さん向けが喜ぶ動画が良くて、うん、でその次に何だろう、
自分たちが美容師として発信したい内容というかがいるのと、あとはバズるか今だけ伸びるやつじゃなくて、こう後々もずっとこう昔投稿してたら伸びていったみたいな、なんかっていう動画系とかっていうのをやっていきたいっていう感じで、なんか自分主体というかは視聴者さんがどうだろうっていう方の目線で、うん、っていう企画をなんか考えたいなっていうのを思ってるから、そのって感じかな。なるほど。なんかさっき言ったちらっと言ってたメンズのとかっていう風に、うん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 、メンズのなんかスタイリングとかにしてもいいかもしれないし、うん、そうね、必要なの、オープンまでに必要っていうふうに考えると、うん、まず、まあ、作りたいのは視聴者さんの喜ぶ動画とか、うん、ハウトゥーとか、まあ、美容師として発信していきたいこと、うん、まあ、会社の理念というかブランディングの根幹にもなる部分な気はするけど、うん、まずオープンまでにって考えると、うん、さっき言ってた会社のブランディング、うん、こういう会社を作っていきますよっていう発信、うん、でだから今後の YouTube のチャンネルもこういう方向性でいきますよっていう指針が見えるものが必要かなと思うから、うん、まずはそのお店をどういうお店にしていくかっていうコンセプト的なところがやっぱり先に来た方がいいかなっていう気がしてて、でそのコンセプトに対して、まあ、ターゲッティング、お客さんのこういうお客さんがいいとかそういうのを決めていって、うん、でそこに向けて刺さるやつを発信していくみたいな感じがいいかなと思うんだけど、あ、なんか今今月俺考えるってなってるじゃん、うん、その今、うん、店舗の名前とかこういうイメージっていうのを深掘ってるやつを、うん、そのクラッチワークスさんとの話のやつを撮影にしちゃえばいい、うん、そのあのスタジオ、クラッチワークスさんのスタジオをそのまま撮影していいですかっていうのを聞いて、あ、それいいかもしれんね。そうで、そのやつをもうそのままネタにしちゃうっていうのも、あっちの宣伝にもなるし、そう、あっちの、あ、こういうことをそのオープンの時考えるんだっていうのもそのまま、あ、でも企業秘密かな、 NG なとこあったら後で切ればいいんじゃない、 YouTube だから切るか、うん、別に俺はその様子だけ撮れればいいか、そう、様子とか、うん、俺別にそのまだ迷ってるからなんかどういう風にしようかとか、うん、多分そういう風に迷ってる人ってすごい多いと思う、その店舗の名前とか、うん、この理念、さっき言った理念とかブラン、このこういうブランディングしていくっていうお店のっていうところの迷ってる人もそれ見たらなんかなんだろう、まあこういう方向性で考えていけばいいのかとかっていうのも分かるし、それ美容師さん向けじゃない、確かに、だよね、なるほど、じゃあお客さんに発信する側ってなんだろうな、でも、あ、この美容室行ったらこうなるんだか、うん、そっちが見える方にした方がいいの方がいいと思うんだよね、確かに、ってなったら、うん、今ゼロ取ったね、確かに、うん、だからもうあの、そのシーンは別にいらんのか、な、まあ、考えてるっていうワンシーンはいるかもしれんけど、そうそう、そう、通してはいらん気がする、これはさ、YouTube の会議だから、うん、YouTube を見てくれてる人たちは、うん、こうやって YouTube が作られてるんだって裏側は見れるけど、うん、ブランディングとかのやつのその、うん、え？何？あ、ちょっと待って、ちょっと待って、これはね、あの企業秘密で、え？何言ってるの？そう、あれはね、ダークなシュークリームスター、え、ちょっと待って、これはなんだっけ、だけだこれ、もらったんよ、何？お客さんには全然何だっけ、あ、そう、視聴者さん向けに、あ、そう、うん、にその動画がいるかっていうのもね、うん、のやつの中で、うん、美容師目線にならないようにしたかっていうのね、うん、という、まあ、YouTube 側のこう方向性みたいなブランディング動画みたいな感じの方かな、うん、それでいくと、うんうん、もしその、うん、事前にそのさっき言ってた、うん、こういうお店ですっていうのをブランディングのところを発信していくとしたら、うん、多分お客さんとか視聴者さんに対して、
僕はこういうお店を作ってお客様をこういうお客様たちを喜ばせたいんですっていう、なんかそういうのが伝わる動画の方がいいかなって思うから、なんか外部の人に相談してるっていうよりは、そのうちのうちから出てくるやつ、なるほどね、うん、確かに。でもまああれだな、最初にさ、自分が1月1日になるからさ、うん、フリーランスになった理由みたいな感じで、うん、とか喋ってたようなやつで、多分、うん、まあこう会社作った理由とかそういうの中に、うん、まあ、お客さんにこう良くなった、良くなったというか、うん、こういう風にいいなと思ってもらえる部分っていうのを、まあ、俺目線で話す動画みたいな感じで、ね、うんうん、それだったら全然、まあ、別にすぐでもできるっちゃできる。そうだよね。もう一回出しといて、うん、例えば分かんないけど、うん、その狙ってる層の人が例えば、まあ、うん、20代後半30代前半丁寧な生活をしてる検査としたとしたら、うん、そういう方たちが喜んでくれるようなこととして、なんかこうコーヒーメーカーとか入れてみようかなとか思うんですけどみたいな話とかしたりして、でそういうやつを実際に見に行って選んでる様を撮ったりとか、うん、なんか引き比べてみましたとか、うん、で飲んでみましたとか、そういうのであってもいいと思うし、逆にそうだな、もうちょっと若い世代の子たちで、うん、やるんだったら、まあ、この前クラッチワークスさんに行った時にウェルカムドリンクすごい美味しいんですけど、うん、あ、うん、ね、ジンジャーエール、あれ、まあ、ジンジャーエールじゃないにしても、なんかちょっとそういうキラキラした映えるドリンクとか、うん、ああいうのをちょっと入れたいから、かっこいいカフェの知り合いの人のところにちょっと行って話聞いてきましたとか、うん、そういう動画があってもいいかもしれないし、うんうん、そういう系の発信だったら結構ワクワクさせられる気がするから、うんうん、なんかこっちの方がいいんじゃないかなって。確かにね、思った、うん、でもいろいろできそうやね、それだったら、うん、確かにな。なんか俺のイメージでもここでちょっと話してるかもしれんけど、うん、なんかターゲットをここって指定するっていうのがやっぱ自分自身の個人があんま得意じゃないっていうか、もともとハイトーンやっててハイトーンから今ウルフカットに変わってとかだし、なんかインスタ始めた時にすぐインスタやるとか、なんか全部こう新しいことに始めとかかってるから、 YouTube も TikTok もなんかその時のこうなんだろう、流行りにも乗りながらこういろいろ姿を変えていけるというかっていうので、こうチャレンジを見せてるようなこう姿っていうのを、うん、やっぱりこう YouTube とかを見てこうワクワクしてもらったりとか、うん、この店来たら、あの、なんだろう、もう大体美容師さんにこうなんか提案したら断られちゃうみたいなとこは ないようなっていうか、うん、なんて言ったらいいんだろう、一歩背中を押してあげるというか、こっちはお客さんの、うん、なんかどのテイストでもいいし、うん、この年齢層がじゃあめっちゃ若い子でも、うん、その俺よりも年上の方とかでも、うん、なんか本当は年上だけどこうブリッジしたいんですっていうのもちゃんと後押ししてあげるというか、うん、っていう風なこう挑戦していってもらえるような、うん、っていう風にできたら嬉しいなっていうイメージがあるから、うん、まあ、ターゲットっていうかは、お客さんのモチベーションを上げてあげれるようなというか、うん、っていうイメージを持ってるから、まあ、うん、固定した方が良かったらあれだけどなぁと思って思うね、まあ、今としてはね、固定した方がいいと思うけどね、そういうブランディングっていうのは。そうだね、もちろんね、そのお客様の背中を押してあげるとか、まあ、分け隔てなくいろんなスタイルを作るっていうのはいいとは思うんだけど、その何でもやだとボケる気はするんだよね、うん、うん、そのうちが好きなのと、そのうちのことが好きそうな人たちがターゲットになると思うの、うん、ってなったら今のそのうちのインスタとかを見てる感じだと結構若い子はやっぱりターゲットな気がするし、うん、若い子たちが流行に、まあ、流行に敏感な人たちにしたほうがいいかな、言葉を。確かにね、うん、そうするとトレンドに敏感な人たち、うん、やっぱり10代から20代後半ぐらいの人たちかな、うん、まあ、感度が高い人たちが30代もいると思うけど、うん、その辺の世代の人たちが刺さりやすい
流行の先端のものに持っていくみたいな、うん、イメージでいけば、なるほどね、おのずっと今のトレンドはこれだから、うん、今はこういうのを入れた方がいいとか、うん、次のトレンドはこれだからこういうの準備しとくとか、うん、でいける気はする、うん、何の話しとったっけ、これまでに必要な動画の中のブランディング動画の中の内容かな、うん、やばいよ、7話しちゃったね違うところに出てきちゃった、うん、故に、まあ、言ってもそうそうそう、あ、こういうメンズ普通に、なんかこういうメンズもあるかもしれないだよね、うん、やっとったら俺らもそっちに寄ってくるかもしれない、うん、あ、これはいけるわおお、いいね、うん、ね、うん、確かに、しかもここなんかもう完全にメンズやね、うん、投稿が需要あると思うんだよね、うん、いいね、うん、もうこれにしちゃおう、一旦この俺の頭の方向先をいいと思ういいと思う、ブレたらちょっとカラッて戻すなちょっと待って、ちょっと待って、あれどこ行った、どこ行った、あ、うん、ってなった時に、そのじゃあ本当にスキンケア動画も撮っといた方がいいか、これも、うん、逆に、うん、そういうので今あるやつとかの、じゃあ本当にまあ俺の個人的なやつをいっぱい出して、うん、出していってもいいか、そのいいと思う、その次の時にどうせうち1回来るってなったら、うん、香水と俺の今持ってるスキンケアとかのやつと、これ意外と全部あるから、化粧水、うん、乳液使ってないけどファンデーションもあるし、あの炭酸パックとかそのとおりね、そう全部ある、うん、いいじゃんいいじゃん、そうあるから、そういうのも多分、うん、今回はそれ使ってるけど、うん、例えば半年、まあ、半年もしんくっても、うん、何ヶ月かしたら変わるじゃん、うん、変わるね、変わったやつまたやれるし、その企画が使い回せる企画だから、非常にいいんじゃないかな、うん、うん、確かに、でそのじゃあスキンケアのやつ取ろうかな、その喋、うん、れるし、そのまますぐ、うん、と香水、うん、で、あれ8月が終わるか、8月ぐらい、26が26、うん、26がもう1本分、ASMR、香水、スキンケア、え、これではいいやつ、あとは秋服、秋、季節の佐野の秋服紹介とか、流行りなんか買った方がいいかな、ユニクロで出るなんかやつの1個入れとくとか、ユニクロかなんか何かしらのなんか絶対これバズりそうな、前プラス J が出た時のみたいな、うんうんうん、マルニがあったみたいなやつがあればあるかな、お買いしようかな、ユニクロ秋、ユニクロコラボって言ったらいいかな、イネスラフレ、フレサンチュ、あ、知ってる？うん、毎シーズンやってる。まあ普通に俺が買ったやつでいいのか。まあそれでいいと思う。いいか。うん。で、そのユニクロがあれば1個ユニクロ買って、そのやつを着たコーデは1個入れといて、うん、っていう感じでしょうか。うん。と、やっぱり。私たち美容師なので、うん、撮影をするじゃないですか、うん、結構撮影をするときに、例えばもう9月にやるやつだったら今年の秋冬の推しの格好とかをさせていて、それの紹介を毎回、うん、撮影だけじゃなくて、うん、毎回今回これでこうでこうでこういう感じにしたんですよねみたいな感じの話を先に言っちゃうのを今の段階でやるっていう感じだから、うん、冬をも狙った方がいいかな、このタイミングだと。
意外と秋でいいんじゃない。10月にあげるやつはまだ秋でいいのかな。10月になるのか。9月に撮ったらあれだもんね、撮る日にもよるけど、9月頭だったらまだ9月中にいけると思う。9月にいけて、うん、見るのが9月後半から10月最初の辺のタイミングだと考えて、うん、その時期に必要になってくるアイテムが、うん、ジャケット系とか、うんうん、ライター型ライト系のやつとか、うんうん、っていう感じで、うん、その次の時にマフラーとか手袋のなんかやつ触れていくみたいな感じになってくるのかな、うん、タイミング的に。って言ってもそのうち買うじゃんね、うん、分かんないけど、うん、インスタのストーリーとかに、うん、あ、投稿してくれたりとかストーリーにタグ付けしてくれたりとかした人たちに抽選であげるみたいな企画やったりとかするみたいな。ああ、あり、広げてくれる、うん、ね、もうアイテムによるけど、ちょっと高すぎるとちょっとね、うん、負担が大きいからあれだけど、うん、っていうのもありかもしれない、うん、負担にならん程度コストですね。それだったら、うん、うん、美容の商材を売るっていう方の方がいいかな。売るっていうかプレゼントの方がいいかな、うん、そのファッションとかファッションか何かしらのその YouTube の、うん、やつのリンクをストーリーでメンションしてくれた方はそういうスタイリング剤なのか、メンズだったらスタイリング剤、女性だったらシャンプーなのかオイルなのか、抽選で、ね、抽選でプレゼントします、うん、企画、うん。